韓国俳優リテジュンが、結婚5年目であることを明かした。リテジュンは2日、インスタグラムに生まれて初めて胸が高鳴るときめきを感じさせてくれた女性がいるとし、人生を共にしたいと思える女性に出会い、その彼女と両家の親族の祝福の中で夫婦となってから5年目になると投稿。また笑顔がそう多くなく、至らない点が多い僕にいつも純粋で明るい笑顔を向けて、僕を笑わせてくれる彼女が、僕にとって大きな力となったとし、未来を歩いていく勇気を出してプロポーズし、イエスという返事をもらった。そうして、今僕の隣には何を捧げても惜しくない愛する妻がいると明かした。目上を敬うことを知っていて、愛に溢れる妻に出会い、僕が遅れて本当の愛を学んでいるとしたリテジュンは、夫婦として暮らしているが、新型コロナウイルスの影響で結婚式を挙げることができず、延期した現実は残念だが、来年には妻にもう一度最高のプロポーズをして、妻のためだけの結婚式を挙げる予定だ。妻は一般人のため慎重になっており、妻の意思を尊重して配慮しようと思い、結婚のニュースをすぐに知らせることができず、遅れて伝えたことを理解していただきたいと説明。投稿文の最後にリテジュンは愛する妻が誕生日を迎え、プレゼントのような日にしたいという思いから、結婚発表をすることにしたとし、今日一日は妻をより幸せにしてあげられるようだ。僕たち夫婦を見守っていただき、僕はより責任を持って課長として夫としてパパとして、そしてかっこいい俳優としてベストを尽くしていくと伝えた。一方、リテジュンは1994年デビュー。ドラマテレビ小説僕ひぬな、テプンス、ファンジニなどに出演した。エンミックス、ハンドサインが一致に似ていると一致の一部海外ファンから不満の声。アイブの日本人メンバーレイ、ボナジュールの新モデルに抜擢。シュガ、VL アイブの性配信でジャンクークを絶賛で話題に。歌がものすごく上手なので、特に難しい部分はなかった。ジャンクークがレコーディングした時は、僕がアメリカに滞在していた。レコーディングしたものを送ってくれたけど、ものすごく上手だった。ミキサーに渡す直前までずっと聞きながら編集していた。とても気に入ったので、再レコーディングもせずに一度で OK になった。本当に才能にあふれる人。